っていきますよ、いよいよ。ここで現地に行って分かった注意点を3つほどお伝えします。まず1点目、リュックは持ち込み NG で受付横のロッカーに預けなければいけません。受付の横にはコインロッカーがずらっと並んでいるので、その中に入れましょう。リュック以外のバッグを持っている人は特に預ける必要はありませんでした。あれでしょうね、後ろにこう出っ張っちゃうとツアーで回っている時に若干人の邪魔になってしまうということが理由なんだろうなと思いました。2点目、予約の時に書いてあった身分証、これ持って行ったんですけれども、特にチェックとかはされませんでした。まあでも万が一を鑑みて持ち歩くのがいいと思います。ラスト、みんなで動くツアーのエリア、写真撮影もしちゃダメですよっていうエリアですね。ここに関してはみんなで移動するので時間の制限があります。攻略法としてはまずぐるっと一周してからもう一度見たい場所に行く、これがいいと思います。ちなみに写真撮影 OK のエリアとお土産を買うエリアは特に時間制限がなさそうでした。今からハイブインサイト入っていきます。さあ、それではここから写真 OK ゾーンの素材一気にいきますよ。3、2、1、スタート。写真撮影 OK ゾーン、まず最初に出てきたのがこちらの衣装。 BTS ワールドツアー用ステージ衣装を手掛けたのはなんとディオール。メンズポップアーティストのためにディオールがステージ衣装を制作したのは初めてだったそうです。それじゃあ一人ずつの衣装見ていこうか。ここからは会場内に展示してあった写真を撮影してきました。写真はシーズンによってだいぶ更新されているようです。去年のライブの時の写真がたくさん飾ってありました。
感が足りません。すごく良かった、もうすごく良かった、かっこよかった。ぜひいらしてください。ありがとうございました。チケットはもちろん迷わず私はテテちゃんのデザインチケットにしました。そして来られなかったカホちゃんのためにマリナちゃんがなんとググちゃんデザインのチケットを買ってくれていました。ねえ、もうほんとどこまで優しいのって感じだよね。裏面には、はい、私クルスの U が最後一文字入らなかったんですけど、11文字という文字制限がありますが、皆さん好きな名前を印字することができます。ググちゃんの誕生日が印字されているこのフォトチケット、この旅のいい記念になりました。最後におまけカットです。ハイブインサイトの中で私が必死になってテテちゃんを撮影している姿を後ろからしっかりとマリナちゃんが撮影していました。途中からめっちゃ笑ってて、クルさんすっごい手伸ばしますねって言われてたの。それがこういう写真だったっていうことですね。改めて自分で見てみると、まあそう、必死さゆえに、推しの尊さゆえに、こういう風になっちゃったんだなという風に思いました。というわけで今回の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。それではアンニョン。